日本三大花火大会三大花火大会は日本で開催される主要な三つの花火大会をまとめた。いずれの三大も根拠となる文献的書室、あるいは命名者については不明である。江戸時代には以下の三つの花火大会をまとめて日本三大花火と称されていたとされる。以下の三つの花火大会をまとめて日本三大花火大会と称されてきた。 大局と土浦が含まれる日本三大競技花火大会では決められたルールである尺玉などで競い合う。一方、長岡を含む新潟県等では花火の巨大化を競い合うギネス世界記録競争が繰り広げられた。これについては、聖四尺玉、越後三大花火等を参照。公益社団法人日本演歌協会が講演する。 以下の表の3つの競技花火大会をまとめて、日本三大競技花火大会と称されている。伊勢神宮法能全国花火大会の競技性が高まった2008年よりこの名称の存在が確認されているが、それ以前からあったかは不明。以下の表では、各部門の優勝者に与えられる賞も掲載する。特に、 国務大臣の賞は太字で示すが、大臣からの賞の授与数は、全国花火競技大会が3、土浦全国花火競技大会が2、伊勢神宮法能全国花火大会が1である。なお、対局では、各部門の優勝者に、大曲り商工会議所回答賞及び、大会会長賞も授与される。対局と土浦では、2位以下にも賞が与えられている。長年にわたって、 通称産業大臣賞が各競技花火大会での最高賞であった。この時期には少なくとも5つの大会に同賞は授与されていた。その中で2000年より対局及び土浦の両大会にのみ内閣総理大臣賞の授与が始まり、他の競技花火大会から抜きんで立ちを得た。すると、両大会をもって日本に大競技花火大会と称する例も、 見られるようになった。対局の花火大会は、東北地方の花火師を対象として1910年に始まるが、当時としては、優勝賞金が極めて高かったため全国の花火師が参加するようになり、第一次世界大戦の対戦契機に沸いていた1915年に、全国花火競技大会と解消した。一方、土浦の花火大会は、 大正関東地震による震災強行中の1925年に始まり、戦後戦領期の1946年に対局と同様の全国花火競技大会に改称して全国の花火師が競う大会となった。1959年、土浦で即射連発を独立した競技部門としたことで競技花火大会としての特色が生まれた。 1961年3月、日本塩化工業界が、社団法人日本塩化協会を創設することを決議すると、同年に、土浦が、日本で、初めて通商産業大臣賞及び中小企業庁、長官賞が授与される花火大会となったの外局。対局でも2年後の1963年に、通商産業大臣賞が授与され始め、翌1964年に、 創造花火という独自の競技部門が生まれた。また、1966年から中小企業庁、長官省の授与が始まり、1978年には昼、花火という独自の競技部門が生まれた。バブル景気が始まると、大曲りでは競技後に行われる大会提供花火が人気となり、観客数が急増した。1992年、土浦が 土浦全国花火競技大会と解消し、半世紀近く続いた大局と土浦の両大会が同盟である状態は解消された。1996年、大局で科学技術庁長,長官賞が授与され始めた。2000年から大局及び土浦の両大会で内閣総理大臣賞が授与され始めた。同賞を授与できるのは、 全国の競技花火大会の中で対局と土浦のみであるため、両者をまとめて日本に大競技花火大会という場合もある。なお、中央省庁再編に伴い、2001年から通称産業大臣賞は経済産業大臣賞に科学技術庁長官賞は文部科学大臣奨励賞に改称された。2005年から伊勢神宮で、 第62回式年戦宮が始まると、伊勢市は、伊勢神宮法納全国花火大会が1889年の第56回式年戦宮に由来し、集団を経て1953年の第59回式年戦宮から現在に至るとの、県地に立って、競技花火大会としての質向上を目指し始め、審査体制を2007年に全面的に見直した。 対局と土浦に伊勢を加えた三者をまとめて日本三大競技花火大会という名称は古くからあると同市では主張しているが観光 PR で使用し始めたのは同市で全国花火サミットが開催された2008年からであるこのような中伊勢でも経済産業大臣賞の授与を始めたいと経済産業賞に掛け合ったところ対局の創造花火土浦のスターマイン 諏訪の若手花火主限定といった特色が伊勢にはないからとの理由で断れてしまう。しかし国土交通省に掛け合い、2011年から国土交通大臣賞及び観光庁長官賞を授与し始めることに成功した。以下に競技花火大会において授与されている国務大臣の賞を列挙する。内閣総理大臣賞経済産業大臣賞かつてこの賞は 競技花火大会での実質的な最高賞であった。しかし、2000年に大局と土浦で最高賞が内閣総理大臣賞となり、また、2008年に伊勢の最高賞が国土交通大臣賞になったため、この賞の地位は曖昧になった。過去文部科学大臣賞国土交通大臣賞、ありがとうございます。